はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルウープ主のフィヨタです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回やっていく武器はこちらでーん、オーバーフロッシャーとなります。お風呂ですね。もう見てこの完璧なお風呂、細かいとこまで完璧お風呂って感じなんですが、今回は、こちらを使っていきたいんですが、ギアがもう特殊ギア染めでね、ラストスパートリベンジ怪物でやっていきたいと思います。まあ珍しい編成ですが、そもそもフロッシャー自体に怪物はよくある気がしますね。まあリベンジャー少ないですが、ラストスパートもまあまあある。どうせ僕はよくやられるでしょうから、リベンジもつけとこうぜという話です。いきましょう、ガチヤグラ。まあ本当はね、スペシャル増加とかいつも通りのやつをつけたりしたかったんですが、まあそれをつけたところでっていうのもありますし、なかなか使わないギアをね、この機会に使ってみるのもいいんじゃないかという。さあ自分が倒された時に見えるってことなので、まあどうせやられるならば潜伏とかはしてやられたんならね、そういうのができるかなと思って、あ一回やられてみようって思ったのに。さあダミーか、でもあれ普通に反応するんですかね。さあとりあえず遠距離系がいると怖い。いますね。ということでお相手さんはもみじシューター、リッター 4K スクリュースロッシャーのデュアルスイーパー。今回はまあとにかく怪物が役に立ちそうなのないですね。さあおやった、スクスロと11交換はいいんじゃない。ナイス玉持ちを落とせてますからね。リッター落としておきたいですが、まあ難しいか。本当はスペゾー1でも入れたかったんですけどね。よいしょ、ああ当たってしまった。雨フラッシュでもいいですね。キルはできていないですが、やはり妨害性能というのと気づきづらいですよね。雨フラッシュっていうのは自分がどれだけダメージを負ってるかっていうのを客観視しづらい。あースクスロー、インクがなくなった時はこちら側のスロッシャーの方がきつい。オーバーフロッシャー、いやーお風呂はきついよこういう時。よいしょよいしょ、上に攻撃が難しいんですよね、やはり。ですが狙える状況になった時は強いよ。さあどう来るかな。どっから来てんのあれ。さあリベンジ、まだ見えるんだ。ゾンビギアはね、多分適当にやってるうちに1人倒しそうだからやめたんですよね。さあということで、いいですねいいですね、このまま関門も突破できたらいいですけどね。そしたらちょっと有利状況にはなる。さあとりあえず竹取りの物語、邪魔だろここと言わんばかりにね。おスクスロさんはあそこか、バレてんだよね。あいたいた、オッケー怪物。オッケー、雨フラッシュだけデス前に発動。オッケー、雨フラッシュをバカにしてはいけない。まあ、あまりバカにする人はいないですか。その打開には欠けますけどね、あると厄介なものの一つではありますよね。よっとまあ直撃しなければ今生きられたんですけどね。さあとはいえ結構カウントもギリギリリードされてしまいそう。バコーン
ました。で、よっと。オッケーオッケーオッケー、乗りましょう乗りましょう、乗るしかねえこのビッグウェーブに。ヒッターさんが狙ってるのはわかるし、さあ邪魔だからこっち側に打ってきましょうか。あと一撃かな。バリア装置綺麗にかわしましたねそんなに綺麗にかわすことあるってぐらい綺麗にかわしましたね。さあとう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 、怪物はやっぱ速くていいっすね。怪物ついてると本当にホッコナーとか壊すのがめちゃくちゃ早い。どこから？あーそんなところに。ほっ。行ってこーい。さあ。させないよと言わんばかりにここに差し込んで。雨フラッシュは厄介でしょ？ですよね。ナイス。防衛に入った時のね、雨フラッシュはかなり強いよ。まあ何が怖いかってね、ダメージをどれだけ受けてるかが本当に目で分かりづらいっていうのはね、怖いとこですよね。こう30だからお相手の射撃一発 何ダメージは耐えられるみたいのがね、目では見えないのがやはり怖いところ。リベンジもなかなかいいですね。敵に刺さってそれは敵をうまく倒せたっていうことはないですが、まあ倒される敵が一緒の場合はその敵の位置が分かるから行動を阻害することはオーバーフロッシャーにはできますね。やはり行動阻害、キルをすることが目的として動いてはいないですからね。主にそう敵の動きを阻害する、そういうオーバーフロッシャーです。ラストスパートもまああまりこう使ってて実感はないですが、ラストスパートが発動したなっていう実感はあまりなかったですが、まあそれでもなくてよかったみたいな感じな感想には、別のギアの方が良かったとはあんまりならないのでね、いいでしょう。ラストスパートはね、50カウントとかを過ぎたあたりかな、でとかラスト30秒とかにね能力が上がるものなので、まあ発動できるタイミングが多いのと、やっぱガチだとね最後が一番大事になりますからね。勝ってる時とかにも最後にデスした後とかにインクがーとかになったりするとまずい、対して押し込む時もインクがーってなるとまずいのでね、そこの部分を考えるとやはりラストスパートはうまく刺さってたんじゃないでしょうか。あまり実感はないがと。さあお相手さんはゴツガロン ×2 ボールドマーカー、そしてトライストリンガーとなります。こちら側はオーバーフロッシャー、ボールドマーカー、ゴツガロンの N ザップ、向こうと同じ編成としてボールドマーカーとゴツガロンがいますね。早くねやられんの、どこでやられた。そいお、ナイス。さあお、なんか変なとこにつけたな。僕狙いですか。ほい。よいしょ。ふっ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 。逃げた。はい。ほ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 い。おお、怖。ああ、やられた。関門突破したかったですね。まあ難しいか。43惜しい。まあでも本当にね、血を張ったりするやつとかだったりすると本当に苦手な部類に入りますよね、こういうのは。あ、バレてるバレてる。ハンコが。あいででででででで。オッケー。ナイス。ナイバッチー。
よし、一人ドボン。いた、裏から来たんですかね、これは。ぽいですね、ここ塗ってますね。よいしょ、ほい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 と、オッケー、行きましょう。スプリンクラーで雑に塗るのもね、これ強いですからね。いるっぽい、なんか今いた気配なかった、やっぱり。この向きで打っとくとお相手さん的には嫌だという状況だと思います。ナイスナイスナイス、ゴッツさん味方が、オッケー、塗りが強いのとね、味方の動きをやっぱり邪魔しないっていうのはいいですよね。どこ、はい、オッケー、ナイス、ここ塗っときましょう。あと多分来るよね、ここ塗っとこうか。おっと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 、抜こうかですよね。ほい、ガー、これは多分あれですね、当たったのはバリアですかね、トラストさん。覚悟しようよ、見えてるからな。まあ、とはいえトラストさんと距離はねかなり離れると思いますので、できるかと言われたらできないと思いますが、そうですね。とりあえず投げとこう、上いる。雨フラッシュだけでも投げておきたかった。ナイス。おーっと、これまずいかな。わーっと、昇段してないか、そのまま一応入ったけど、これはカウントリード、関門も突破されていく。あー、勘弁してくれ感はある。ここ乗ってきた、補助代わりに撃て撃て撃て。あーっと、さあ雨フラッシュだけ飛んできますからね。よく逆に今の状況生き残りましたね。さあいけるか、これ取っていけるか。できるはず、ここだ。これはきつかった、ワイプアウト。まあメガホンが2本来てるのはきついですね。塗りがやっぱりでもいい感じに刺さりますね。たまにリベンジがいい感じにやってくれる気もしますが、まあサーマルインクとどっちがいいかっていうのはどっこいどっこいですかね。ぶっちゃけサーマルインクで見える範囲だったら分かりますからね、どこいるかって大体。さあ一旦試合が終わったので、まあリベンジを何かしらに変えてみましょうか。怪物とラストスパートはまあ腐ってることはないでしょう。怪物はまあホップソナーとかがあった場合はね、ほんとサポート役としてかなり綺麗に立ち回れると思いますので、そうですね。かといってペナルティを押し付けても意味はないですし、サーマルに今してみましょうか。サーマルインク、これがねメインの弾が当たるときがしばらく遠くから見えるようになります。よく相性がいいとは言われますが、まあ
実際はどうなんでしょうって話ですよね。当てたら見えるっていう話ですが、まあこれでは見えないか。見えるとしたら本当にね、実戦じゃないとね、こういうメインを当てたら見えるみたいな効果はわかんないんですよね。わかんないですね。さあ、実戦でこうやってたら火力は高いように見えるんだけどな。さあ、そもそもこういう風に斜めに飛ばすのでね、まっすぐ歩いてる人にも当たらない、ちょうど綺麗にこちらと同じように斜めに動いているとか横に移動してくれている人しか一発で全部仕留めるのは難しいですからね。さあ、なんかお相手さんは坂朝原さんが、これ YouTuber の方っぽいですかね。 YT は多分 YouTube ですよね。なかなかその略称は見ないですけどね。さあ、お相手さんはスクリュースロッシャー ×2 ん ×2 じゃないな、 ×1 か。これスクスロのノーチラス、Nザップのクワッドホッパーブラック。ノーチラスが今スクスロに見えたんですね。よいしょ、なんか奥のやつも、おお見えるね。あーっと、雨降らしだけ打ちたかった。さあ、アメフラッシュは打てていないが、だがここの部分はいいですね。何がいいかってやっぱりあれですよね、基本的にメインを当てたら見えるっていうのはいいですけどね、ちょっと見え方がマーキングとはまた別なのでね、見えるまでちょっと時間がかかるっていう、慣れるまで時間がかかるっていうのもありますけどね。さあ、ちなみにその坂朝原さんっているんですかね。実際にいるかどうか後で確かめてみたいものですけど、まあそれを分かるためには、おーおーおー、そい、はい、まあさすがにオーバーフロッシャーと11対面はダメでしょうって気もしますが、はい、影武者ぜって言わんばかりに、さあやられましたが、そうですね、どうしましょうかね。お、カウントフィード、ナイス。まあカウント自体はあれですからね、めちゃくちゃ拮抗してる状態でやってるので。お、当たった、見えるよ、見える、全員見える。うわー、明らかに線路と違うとこ来たよ。さあ、ここにスプリンクラー、またカウントリードされて関門も突破される。一発でも当たってくれると助かるんですけどね。そこがきついところ。いいよ、もう若つけられても。あ、いたいた、はい、やった、ほい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 、それ何かに当たったね。ほいほっ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 、いいですね。ダメか、うまい、クワホの人慣れてますね。さあ、やっていくしかないが、どうしましょうかね。カウントあと8、関門は突破してるのでできなくはないはずなんですけどね。
どう来るか。さあ、くそ。最近はでもね、 YouTuber の方がねそこら中にポコポコいますからね。とはいえスプラトゥーンとかってあんまりマッチングしないのはなんででしょうかね。実力帯が内部レートが違う説がワンチャンあるのと、痛い、雨フラッシュですね。おお、まあやっべ、あーダメか。まあそれは厳しいものがありますか。あー頑張って乗ってるので乗るしかねえ。このビッグウェーブにいける、間に合えばいいけどな。の末路ですがどうだい。まあ負けたかバラバラになってるのが見えるさあバラバラになってましたね。バラバラになってましたねって言い方もまたなんかあれなんですけど、まあね。ちなみに多分なんですけれども、今軽く調べてみましたが、坂朝原さん YouTube でいますね。ゲーム実況の動画を出しているスプラトゥーンのクリップショートが上がっておりますね。なるほど、多分この人だよねっていう気はしますが、合ってるよね、合ってると信じましょう。はい、そんな感じですねちなみに今何試合目なんでしょう、忘れた。3試合目かな、3ですね今んとこ。一勝、なるほど。作家朝原さんは一応 YouTube をやっている方ってことでした。はい、以上です。皆さんもしね見たなら言ってもいいのではないでしょうか。まあ知らないですがね、ということでいきましょう。第4試合ですね。スコープ 4K スコープとスプラッシューターコラボの方が残ってくれてます。お相手さんでしたからね、さっきの坂朝原さん。いやー、名前でね遊ぶのが僕は結構好きなのでね、あんまりなんか YouTube とか配信とかを、まあ細かく変えることができればね、配信中みたいな感じでねやることとかもできるとは思うんですけど、まあそれがねできないんでね、一度やったら細かくは変えられないんでね、お遊びネームがあまり使えない。お相手さんは、スプラローラー、リッター 4K のスクリュースロッシャー若葉シューター。バリアが多いですね、私の餌です、私の餌です。はい、おわっと抜かれるの早い、うまいですね。こんな早く抜かれるとは思わなかった。よいしょ、ああスプリンクラーがいいデコイとして働いてくれてますね。じゃあリッター 4K 潰しとしていきましょう。あーダメか。このねマーカーと遠くから見えるようになるの違いは、やっぱりね自分か他人も見えるかっていう。マーカーはね全員に見えるのでチーム全員が活躍できるんですよね。対してマーカーじゃないこっちはやはり人にしか見えないという難点がございます。バレたね、多分ここ来るよ。来なかったね。さあいいですよ、とりあえずあっち邪魔だから倒しておきましょうか。倒すっていう言い方もなんかあれですけど、とりあえずずらしておきましょう。おめえ、
1人落とした。スクスロナイス玉持ちはいいですね。今回の中の強制ヤグラストップの型をね落とせてるのはかなりでかい。強制ヤグラストッパーを落とせるのはでかいですね。はい、あそこ違う。まあいっか。でもここもインク回復に使わせてもらいましょう。さあリッターさんがどこいるかですよ。まあ大抵あそこにいると思いますけどね。とりあえずはまああとは私は抜かれないだけを意識すればいい。おっと、オッケー、関門突破。いいですね。雨フラッシュとかもあってこちら側はそうですね、スプラシューターコラボがいるので最悪残りのところで残っていればカウントはストップできますね。結構突貫してきたか。アメフラッシュは貯めたいですが狙われてますね、がっつり。おお、打ち抜かれた。これはまずい状況ではないか。これは飛ぶ方が良さそう。ダメだ、ダメそう。まさかここ来るとは思わなかったな。上登ってきたのか。これはリードされちゃいますかね。あー、へー、若葉に付き合うんじゃなかった。終わり。若葉シューターに付き合ってしまってバリアを割ろうとしたのがあの状況で割るのは無理ですね。無謀だかといって後ろあの状況は後ろ背中を向けて逃げ出すには取り回しが重すぎるんですよね、オーバーフロッシャーは。ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。悲惨なスコアですね。4戦1勝、まあ惨敗ですね、簡潔に言って。ということで今回はここまでといたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。オーバーフロッシャーは強いですが、まあサーマルインクは一人で活躍したい方はつけた方がいいですが、そうですね、それ以外はあんまりつけなくてもいい気がしますね。つけたら確かに敵の位置は分かりやすくなりますが、ちょっとその敵ばっかり見えるのも問題ですね。まあそれをやらなくてもスペゾーとかメイン効率とかそういう方がつけた方が個人的にはいいかなと思いました。はい、そんな感じです。リベンジは刺さるときは刺さるのでね、潜伏持ちのキャラクターとかが同じ動きをしてねどうやってくるかとか、特にあのひらめが丘団地とかだったりするとこう壁からねひょこっと出てきたりすることもあったりするので、それが見えるっていうのはかなりメリットとしてはあったと思います。まあ、ただし1人しか見えないのは問題でしたけどね。ということで今回はここまでといたします。じゃあね。